このね、標準幻覚屋さんっていうのはですね、今までの学習とちょっと別物と思ってほしいんですよ。ね、どういうことかというと、ちょっとここに書いていきますね。今までのですね、実は勉強っていうのは、これ実際幻覚計算制度っていうんですよ。ちょっと真似して書いていただきたいんですけど、こっち書くからね、下に書きます。広いんで。これ下に欄があるんでね。実際、幻覚計算制度っていう勉強を実は、この標準幻覚計算の章の前までですね、学習してました。実際幻覚計算制度っていうんですね。はい。それに対して、ね、それに対して、これから学習していくのは、これ標準幻覚計算制度っていうんですよ。標準、まあ同じなんで、ちょんちょんします。幻覚計算制度と言います。ね。そして、レジュメの番号で書くと分かりやすいんで、レジュメの番号で書きますけど、ね、レジュメの1枚目から要するに42枚目なんですよ、これ。ね、要するにこのレジュメは43枚目なんですけど、43枚目より前です。今日はね。はい。それが実際幻覚計算制度っていうんです。要するに今まで学習してきたやつですよね。それに対して、レジュメのですね、43枚目からですね、まあ僕の場合は、50かな。はい、そうですね、50枚目までなんです、ね、この50枚目までのことを標準幻覚計算制度って言うんですよ、ね、まずここまで OK ですか、この区分けね。はい、では次です。このね、日照2級、1級行くとね、さほどでもなくなるんですけど、日照2級の場合ですね、勉強してる最中にんって止まってしまう方が非常に多い論点が、これ標準幻覚計算なんですけど、その止まる理由喋りますね。結論からいくと、実際幻覚計算制度と標準幻覚計算制度はですね、真逆なんですよ、基本的にね。うん、どういうことかというと、ね、まあ簡単に言いますとね、実際幻覚計算制度ってこうじゃないですか。ちょっとレジュメの1枚目見ましょうか。レジュメの1枚目見るとね、まあ、材料、労務費、経費、仕掛かり品、製造、間接費、まあ、製品、売上価格、損益ね、あるじゃないですか。勘定じゃないですね。左から右でしょ、基本的にこうやって。流れは。こうやって流すんです、こうやってね。イメージとしては。これが実際幻覚計算制度と思ってください、要は。イメージとしては。まあ、普通です、要は。だから分かりやすいです、結構。それに対して、標準幻覚計算制度は真逆なんですよ。真逆。ね。だから、右から左に行くイメージ。まあ、正確にちょっちゃうんですけど、まあ、大体で今日は概要なんでざっくりでいいですからね、右から左に行くイメージなんですよ、これね、 OK ですか。したがってね、今まで右手で書けって言われてたのに、今まで右手で書きなさいって言われてたのに、いきなりはい今日から左って言われたのようなもんなんですよ、ね、そうすると戸惑うじゃないですか。えっ、ー、つって、俺右利きだよっつって、私右利きですよっつってね、今まで右でねやれって言われたから右でやったのに、いきなり今日から左かいみたいなね。うん。そんな感覚なんですよ。感覚的にね。うん。だから真逆ってのはそういうことね。うん。だから、この感覚でちょっとね、なんやってなっちゃう人結構多いんですよね。標準幻覚計算制度って。OK ですか？したがって何が言ってるのかというと、勉強の時にね、気をつけていただきたいのは、一つの意識がとしてあってですね、今まで勉強してきた実際幻覚計算制度とはちょっと別物だと思うと、多分2級の場合いいです。逆にね。うん。もう標準幻覚だけ、幻覚計算制度だけね、ちょっと独立してるんだという感覚で多分勉強された方がね、いいと思います。2章2級の時はね。もちろん本当は全然独立なんかしてないんですけど、ね。2章1級の人ね、この辺は全然わかります。むっちゃよくわかりますから。ね。2章2級に絞った話今してますからね。はい。で、そうやって考えると、大丈夫です。2章2級の場合ね。うん。独立して、ちょっと別物をやってんだ、これ、みたいなね。うん。ね、そんな感じで、勉強してみるようにするといいです、これは。ね。うん。あくまで2章2級ですからね。2章2級合格っていう目的でいくと、そういうふうに考えた方がいいよって言ってるだけですからね。あくまでもね。そこだけ気をつけてくださいね。うん。
あの1級の場合は、ダメですよ、そんなこと書くじゃダメですかね。2勝1級の場合はね、もちろんちゃんと、ね、比較しながら、ね、きっちりとやってた方が、あの分かりつか、そういうふうにやらないと受かりませんから、2勝1級はね、そういうふうにもちろんやってほしいんですけど、2級の場合ですよ、あくまでね、2級の場合はちょっとこれ別物だねっていうふうに、理解して、あの最初はあのやった方があのいいと思います、ね、うん、あの勉強が進んだらね、2級の間でもあのちゃんとね、1級と同じように、理解ね、深度理解をしながら多分進んでいった方がいいんですけど、ね、うん、そうじゃない限りはね、まあ、初学者とかね、ちょっと照準が苦手だっていうね方だったらね、今から僕がね、今喋った僕が、あね、喋った考え方の方が多分パシッとくると思いますね、うん、これはもう約30年ね、簿記講師やってきて、ずっとね、こう塾生とか受講生の様子を見ながらね、うん、あの導いたした、まあ、教え方の結論です。教え方ね、あくまで教え方です、ね、はい、ということでね、今までは実は実際原価計算制度っていう話をやってたんだけどもね、今日から今からはですね、標準原価計算制度というちょっとなんか別物のやつを今から勉強するんだよっていう風に思いながら聞いてみてください。はい、 OK ですかね。じゃあ次です。じゃあね、ちょっと今日は具体的な43枚目のねレジュメをちょっと今日は見ていきたいんですけども、はい、じゃあいきますよ。こういうふうになってます。標準原価計算制度の問題です。はい、じゃあいきます。次の資料により以下の問いに答えようと。問い、はい、丸1、完成品原価、丸2、月末仕掛かり原価、まあここまではいいんですけど、および丸3、はい、月初仕掛かり品原価を計算しなさいと。はい、 OK ですかね。んってね、なったでしょ、ほら、え、何、月初って与えられるんじゃないのと、え、月初ってな、え、何みたいな、なったでしょ。はい、これが今言った左手で持ちなさいってことですよ。左手で持ちなさいということなんです。そして進みますよ。はい、資料見てくださいね、まあ、生産データがあります、ね、これは見られてますよね、うん、で、材料はね、まあ、支店投入だよって書いてあって、加工代はね、まあ、加工進捗度だよってことでね、まあ、これは特に今までと何も変わりません、ね、ところが、はい、次見ましょう。2番です。製品1個あたりの標準原価っていう目新しい言葉が出てきてまして、そして何やらカードみたいなやつがありますね。で、中身を見てみると、はい、直接材料費が標準単価ね、まあこれ要するに目標と思ってください。標準というのは目標ね、はい、目標の単価が50円、 1kg あたり50円の材料買いましょうよってことですよ、要は目標としてね。そして次、はい、標準消費量、はい、つまり1個作るのにね、製品1個作るのに目標として 10kg 使いましょうよと、材料をね、うん、その結果標準原価、はい、つまり1個あたり、製品1個あたりの材料はですね、 50×10 の500円に済ませましょうよという目標です。 OK ですかね。で、次、労務費も一緒です。はい、目標として一時時給800円で雇いましょう。で、目標として1個あたり5時間で作ってもらいましょう。その結果4000円、人件費はね、1個作るのに4000円、労務費はね4000で抑えましょうっていう目標です。そして製造完成費、まあこれ電気代と思ってください、わかりやすいからね、電気代ね、それが1時間あたり5500円ね、で5時間でね、まあこれちょっと同じになってますけどね、まあほとんど同じケースが多いんですけど、ちょっともちろん全く同じじゃないですけどね、違う時もありますけどね、まあほぼ同じと思ってください基本的に、ね、で、まあ電気代が、製造完成費はまあ2500円に抑えましょうと、ね、その結果500円、4000円、2500円の合計7000円ですね。はい、これが完成品1個あたりの標準原価ということで、はい、1個あたり7000円の単価で抑えましょうという目標です。はい、この目標が与えられてます。これ標準原価カードって言うんですけど、これね、標準原価カードって言うんですけど、標準原価カードね、はい、これが標準原価計算制度の問題では与えられます。まあ、自分で作るときもあるんですけどね、まあ2級の場合はそんなに難しくなく作れますから、はい、これが与えられますね。はい、 OK ですか。つまりね、
ちょっと比較しましょうか、せっかくだから。あの数字自体はあっという間に出るんですよ、これ実はね。数字自体はあっという間に出るんですけど、構造が結構最初難しいんで説明していきますけどね。はい、つまりこれ戻りましょうか。4枚目いってください。4枚目ね。はい、4枚目で一体何を求めろって言われてたのかっていうと、こうですよね。はい、例えばね、月末引っかかり品原価、完成品原価、完成品単位原価を求めなさい、3点セット求めなさいってやりましたね。で、生産点って上がってね、これでボックス書いてあるじゃないですか、一生懸命ね、ボックス書いてね。そして、原価データもね、はい、月商のね、金額とかね、投入って分かってるじゃないですかね。で、これをこうやって放り込んでね、ポンポンと放り込んで、あとは平均評価先利かつってやってね、で、月末計算して完成品計算してね、月末計算して完成品計算して、あと単位原価3点セット計算しましょう、ちゃんちゃんで終わりなんですよね。これが実際原価計算セットね。 OK ですか。しかし、はい、今回はさっきみたいに、まあ、完成品原価を求めなさい、月末まで求めなさいはさっきと一緒なんですけど、今の実際原価計算制度と問題文値は同じなんですけど、はい、まず月初仕掛かり品出せって言うんですよね。なんじゃそれやと、ね、与えられねえのかとかね、4枚目ね、与えられねえのかと、これ自分で計算してお伝えだとね、いうことだし、なおかつ、はい、カードになんと完成品1個当たりの、まあ、単価ですよ、要はね、7000円っていうのがもう与えられてるんですよ。ね。したがって、ね、実際原価計算制度の場合は、ね、この完成品単位原価、つまり今の7000円に相当する金額ですよ。これを求めなさいなんですよ。ね、実際原価計算制度の場合はね、求めなさいなんですよ。ところが、標準原価計算制度の問題はそれが与えられてるんですよ、こうやって。求めなさいじゃないんですよ。分かってるんですよ。OK ですか？はい。したがって、これでだんだん分かってたと思うんですけど、ね。もう問題の与えられ方がね、これ4枚目ね、実際原価計算制度、これ4枚目の出され方、出す、あの問われ方と標準原価計算制度の問われ方が全く違うって分かったでしょ、これでね。 OK ですかね。実際原価計算制度で問題文で与えられてるやつはね、うん、あ、もう一回言い直しね。実際原価計算制度でね、求めなさいって言われてるものが、なんと標準原価計算制度では与えられたりするしね、標準原価計算制度で求めなさい、月商求めなさいって言われてるものが、実際原価計算制度では与えられてるしということでね、真逆なんですよ、だから問われ方がね。 OK ですか。だから僕がさっき言ったように別物だって考えて解かないとぐじゃぐじゃになっちゃうんですよ、これね。 OK ですかね。はい、ということでね、標準原価がね、本当苦手だっていう2級の方ね、うん、はあの本当に分けてください、これスパッと分けた方が絶対です、2級の場合はね。うん、でやってるうちにだんだん分かってくるんでね、で1級とかね行く場合はね、もう完璧にあのしっかりと分かるっていうことになりますけど、ね、まあ、2級の時点ではね、ちょっと別な方でやってんだという感覚でも全然結構です、これは。ね。最初の入り口としてね。はい。では次です。はい。話戻しましょう。じゃあ43枚目ね。じゃあどうやって解くのかってことなんですけど、実は数字はむっちゃ簡単でんぞ、これ。ね。全然難しくないんです。ね。標準はね。2級の標準は全然難しくないですよ。ね。はい。じゃあ行きますよ。どういうふうにやればいいのかというと、こういうふうにやります。まずは、皆さんにやっていただきたいのはね、最初はこれやってくださいね。この生産データね。はい、生産データを普通にまず、今まで通りにボックスを書いてください、まずは。この生産データでね。はい、こちら。直材と加工ね。ただ、金額いりません。金額通貨ないからね。はい、もう数量だけで結構です。はい、この加工にね、凝ってありますから。はい、ちょっとご自分で一回ね、ちょっと作っててください。ね、はい、これはもうできると思うね。やってみてください。動画止めてね、一回ご自分でやってください。はい、じゃあいきますね。これはいいと思います。はい、まずね、160個。ね。で、まあ、支店投入ですからね、これそのまま移せばいいですよ。1000個。で、240個。ね。で、920個。ね。これそのまま書きます。これをね、そのまま書きました。はい、で次ですね、こっちね、加工費、はい、これは、完成品は一緒ですもんね、920個、はい、
で結末がね、はい、今回240の2分の1ですから、まあ、120個ですね。で、こっちもね、160個の2分の1ですから80個ですね。はい、でここが差し引きでしたね。差し引きね、920プラス120マイナスの80ね、960個です。はい、まあこんな感じでいつも通り今は作っただけです。こうね、こうと、これ差し引きということでした。はい、で次ですね。で、標準原価計算制度は、これ目標が与えられてるんで、つまりカードが与えられてるんで、あとはですね、このカードをベースにしながら、かけていけばいいんですよ、これね。じゃんじゃかじゃんじゃかかければいいんです。はい、どういうことかというと、ね、まず、はい、じゃあ完成品原価からいきましょうか。完成品原価なんですけど、まあ一応脇にね、式は全部これ、念のため書きましたけど、ね、こうやってやるんですよ。ね、これ7000個じゃないですか。あ、7000じゃないですか。1個あたりね、目標は。で、920個なんですよね、完成品は。ちゃんとこれかけりゃいいんですよ、要は。ね、はい、従って7000かけることの920個で、6000、あと644万か。はい、これ答えです。はい、これで終わり。これで4点とかくるんですよ。はい、終わりです。むっちゃ楽でしょ？ね。実際、原価計算制度の場合はね、これを求めるのにどんなに苦労したのことか、子孫計算とかあった場合ね。むっちゃ楽なんですよ。こことここかけりゃいいんですもん、だって。ね、楽でしょ？はい、で次にですねこれまあいいか、とりあえず後回しにして、はい、月末いきます。今度は月末仕掛かり品出すんですけどね、月末仕掛かり品出しなさいってことなんですけど、これも実は簡単に出てこうやってるんですよ。 いいですか。今ね、500円あるじゃないですか、ね、これ製品1個あたりにね、1個あたりの材料費なんですよ、500円はね。 OK ですか。そしてこの500円中なんですね、500円中はちょっとここに丸で書けますからね、ちょっと矢印引っ張りますから、はい、500円中こうやって持ってきてるんですよ、はい、500円中はね、これ、はい、ボックスの月末今から求めたいんで、ここなんですよ、240個なんですよね、ね、食材はね、したがって、はい、この240個っていうのをですね、はい、こんな感じで240個つぶーっと持ってきて、はい、掛け合わせれば出ちゃうんですよ、これ。月末仕掛かり品の直材の部分が出ちゃいます。ね。OK ですかね。500かけることの、要するに240個ですよ。それで出ちゃいます。1個目ね。はい。で、次です。今度は加工費なんですけど、加工費は、直接労務費とね、この製造間接費を足したものですよ、は。これね、加工費ね。4000プラス2500円の6500円ですよ。はい、でこれを足したものが、はい、こちらですよ。はい、この2つ足したものが、はい、今ここに来てます。これ加工費ね、ですか。で加工費って月末って240個でしょ、これ、はい、したがって、はい、こちら250、120個を持ってくるんです、こうやってね、こうですよ、120個バーッときまして、こうです、持ってきました。 OK ですか。したがって、はい、これで実はもう答え出ちゃうんですけど、はい、1個あたりのね、材料が、食材が 500×240 で、500円ですから、あと240個かければ、まずこれが食材部分です、ね、そして 6500×120 個ね、換算量ね、はい、でこれが加工費なんですよ。でこれをかけたものを足しゃ出るんです、答えが、月末仕掛かりは。はい、出してみましょう、ね、でそうしますと、はい、500かけることの240とね、12万円ね、で6000、500かけることの120ね、78万ですよ、まあ、合計すると90万ね、はい、ということで実は、ね、90万が回答なんですよ。月末仕掛かりに出しなさいって言われたら90万が答えです。 OK ですかね。はい、じゃあ皆さん月初やってください。月初ね、月初、月初仕掛かり出しなさいって言われてますから、ね、同じです、全く同じ発想ね。はい、でちょっと一回自分でやってください。一応まあ答えは書いてあるんですけど、ね、一回ご自分の力で、ね、ちょっと見ないでね、答え見ないで一回自分で、月末の計算の仕方は見ちゃって構いませんから、ね、ちょっと月初出してみてください。はい、 OK ですかね。そうするとね、月初の場合は、ね、ここが違うんですよ。160個を持ってくる材料はね、あとは80個を持ってくる
加工機はね。はい、これだけです。月収は160個と80個ね。はい、こうやって持ってきます、こうやって。で、あと、かけるのは一緒ですからね。500個と6500円かければですから。はい、したがって、今回はですね、500かけることの、160と、つまり8万円と、6500かけることの、80個ですね。はい、で、52万円。で、実質と60万ですよ。はい、これで終わりです。これで満点。このレジメはね、満点です。はい、ちゅうことで出すのが、標準原価計算なんですよ。ね。だから答えはね、ほんとあっという間に出ちゃうんですよ、これ。分かっちゃうと。ね。どことどこをかけるのかなっていうのさえ分かっちゃったら、すんげえ簡単に出るんですよ。2級 の標準ってね。うん。でも、それが分かんないと、もう、ちんぷんかんぷんなんですよ。だから三振かホームランかなんですよね、これ、ね、標準っていうのは。2球の場合ね。非常に怖いんですけど、だからね。うん。だから別物と思って理解した方がいいかなというところなんですね。はい。OK ですかね。はい。で、もうちょっと喋って今日は終わりにしますけど、ね。今ですね、このね、カードのね、まあ、こんな感じで矢印引っ張って今、計算式で、このパターンでやったんですけど、ね。これをね、バラバラで出してもいいんですよ、別に。こんな感じで。一応書いておきましたけど、バラバラ、こうね、ここに書いてきましたけど。で、どういうことかというと、ね、ちょっとやりましょうか。まず、完成品ね。さっき、920個とね、7000円でかけて一発出したんですけど、これバラバラでもいいんですよ。つまり、500円ですね、500円ね。7000円をバラバラにすると、500円と4000円と2500円ですよね。で、500かけることのね、500かけること、直材ね、かけることの、はい、これね。920個じゃないですか。だから920個かけまして、はい、46万でしょ？これ46万です。ここに書いてますよ、式は。レジュメ。これ全部式は書いてますから。はい、従って今ね、500とこうですよ。500円と920個ね、かけましたかね。はい、で、次は4000かけることの、こっちね、加工費ですからね。4000かけることの920個です。4000かける920個。で、はい、360万ですね。68万です。はい。で、出して、こうとかね、4000とね、920個。あとは2500円かける920個ね。はい。そして230万です。はい。で、これ全部足すと640万になります。これがさっきカッコ1の完成品原価ってやつですよ。こんな感じで出してもいいです。バラバラに書くぞ、こういうことね。材料と、労務費と、あと、間接費ね。バラバラに計算して、ガチャン化しても出ます。ね、一緒くたにしても出ます。ね。で、月末も一緒なんですよ。だから、発生はね。はい、従って、ね。まず、材料500円ですよね。で、こっちですね。月末ね。まあ、240。まあ、これはさっきと一緒です。12万円。ね、で、4000かける、はい、こっちですね。120。で、48万でしょ。で、2500×120 で30万ね。はい。で、合計しますと90万ですよ。ね。はい。これがさっき出した月末仕掛かりね。これと一緒ですから。3つバラバラにやっても出ますよってね。はい。で、ラスト。月初もね。月初も一緒ですよ。500かけることの、はい。まず150ですね。8万円。ね、で、次に、はい。4000かけることの、80ね。32万円。はい。2500かけることの80ね。はい。20万円と。はい。で、合計しますと60万ですから。ね。はい。さっき出した、ね、60万と同じです。はい。こんな感じで、これ、好みで結構ですよ。一発で出す方は、出した方は出してもいいし。ね。まあ、バラバラにね、一個ずつ確実にやんだっていうね。今のやつが分かりやすいって方はそれでいいですからね。まあ、どちらでもこれは2級の場合いいです。時間が足りなくなるってことないと思うんでね。うん。ゆっくりやってもらって結構ですから。ね。はい。ここまで OK ですかね。じゃあ最後にこの締めを喋ってね、今日は終わりにしたいんですけどもね。今日8回目のね、2本目を終わりにしたいんですけど。はい。じゃあいきます。ここで。実際、総合原価計算では、つまりレジュメの4枚目ね。はい。レジュメの、書いとくか。ね。レジュメの、これ4枚目から、10枚目なんですよね。実際総合中のね、レジュメの4枚目の10枚目です。はい。では、
投入金額が確定してから先入れ平均法のうちのいずれかを採用して完成品原価と月末仕掛金原価を計算していたと。そうですよね、さっきのね4枚目では、ね、これね4枚目ね、はい、つまり投入のこうですね、これ投入こうですよ、ここが確定してからね、ここが確定してから、まあ、平均法かとかね先でかって決めて月末とか完成品計算してるじゃないですか、こうやって要するに左から右ねのイメージ で計算しましたよね、はい、ということをこう言ってるぞ、ね、していたねと。しかし、はい、今どうでしょうかと。標準総合原価計算では、つまりこのレジュメでは、はい、投入の金額が確定していなくても、はい、どこにもなかったですよね。投入の金額なんかないじゃないですか。はい、確定していなくても、はい、機種に、はい、あらめ機種です、これ。機種ね。前回部門別でやったあの図をイメージしていただくといいと思いますよ。ね。機種に標準原価カードを設定しているので、これ作るんですよ、機種に。このカード作るんですよ。はい。設定しているので、投入が確定した時点で、ね、この投入とかこれね、数量ね。この数量ですよ。この数量たちが確定した時点で、はい。月末仕掛金原価と完成品原価の計算が可能となり。可能ですよね。だって、このカード分かってるんですから、これ機種に作るんですからね。分かってるんだから。あとね、この数量さえ分かっちゃった。つまり、この生産データさえ分かっちゃったら、ね、あとはこれ掛け合わせるだけで、じゃんじゃかじゃんじゃかこれ計算できちゃうんで、ね。はい。もうすぐ計算できちゃうんですよ。だから、より迅速な計算ができると。まあ、疾風のごとくですよね。迅速と。むちゃくちゃ早いってことですよ。より迅速な計算ができるっていうのが実は標準原価計算ですよっていうことなんです。 OK ですかね。はい。したがってね、今ちょっと計算した結果ですね、また改めて振り返ってみますとね、ちょっと1枚目の方が多分分かりやすいと思うんで、1枚目でねちょっと振り返ってみますとね、実際原価計算精度は左から右なんですね。左から右にこうやって流れます。基本的にはザーッときます。まあ、こういう流れですね。こういう流れでいきます。左から右です、ね。しかし、標準原価計算精度は、なんと、こっから分かっちゃうんですよ、これ。これ、これ、これ。ここね、完成です。ですか？つまり、43枚目のね、一番上でやったように、ね、ね、こっちか。完成品があるじゃないですか。920個ね。で、7000って分かってるんで、7000×920個でかけたものが、これ完成品原価でしょ？644万ってのは完成品原価じゃないですか。だから、なんと、こっから分かっちゃうんですよ。一番最初に分かるのは。ね。うん。で、ここ上がっちゃうんで、バーッとも流しちゃうんですよ、こうやってね。早いんです。あっという間です、これ。ここの企業分かるの。だって、ここが1個あたり7000でも分かってるんですから、今回は。ね。でも実際、原価計算精度は、ここが1個あたり7000台っていう計算が一番後じゃないですか。完成費体験価だからね。はい。ということで、ね。こっちからこっちだよと。標準はこっちからこっちだよっていうのは、実はここから分かっちゃうからなんですよ。ね、実際はこういう流れね。実際原価計算制度は。標準原価計算制度はこういう流れですよ。ね。で、次回以降やりますけど、ね。とりあえずこっちバーッと流しちゃって、そうするともちろんこれ嘘の数字ですからね。この標準原価カードっていうのはこれ嘘の数字なんで、これ嘘の数字なんで、ね。あとで、バーッと左からね、実際原価を計算して、最後出すんですよ。ね。うん。そっからの話はね、実際原価計算制度でもね、ちょこっと喋ってきた話なんですけど、要するに差が出るから話ね。はい。したがって、標準原価計算制度は次回以降喋りますけど、差のオンパレードです。ね。差分析のオンパレードなんですよ。標準原価計算制度はね。はい。OK ですか？だから標準原価計算の問題イコール差を出すんだと思ってもらって結構です。2級の場合は。ね。OK ですかね。まあ1級でもね、差がいっぱい出てきますけどね、標準の場合ね。はい。というのが、標準原価計算制度と、ね、いうお話でした。はい。じゃあ最後の一つだけやって終わりにします。言葉の話です。標準原価計算制度はこういうふうに言います。1個あたりの標準原価のことを原価標準で言います。原価標準ね。1個あたりでね。1個あたりでしょ？ 1 個あたり。そして、1個あたりの標準原価に何らかの数量。ね。まあ、完成品の数量であったり、月末のね、仕掛かりの数量であったり、月初の仕掛かりの数量であったり、かけましたよね。何らかの数量をかけることによって出てきた金額。
これを標準原価って言います。ね。OK ですかね。ちょっとこれだけ書いておきます。原価標準っていうのは1個あたりね。1個あたりの標準原価のことを言います。ね、これ前で区別がつかないと解けない問題が過去問で出ましたんでね、本試験出ましたんで、今喋ってるんですけど、いいですかね。原価標準って言われたら、1個あたりの標準原価ですからね。OK ですか？で、それに何らかの数量をかけたものが標準原価って言いますから。はい。これちゃんと明確に区別をしてください。OK ですかね。したがってね、標準原価カードですよ。製品1個あたりの標準原価、あ、そうかね。はい。これが要するに原価標準と。1個あたりですからね。はい。という話でした。よろしいですかね。はい。では、今回ね、8回目は以上にさせていただきましてね、次回、標準原価の続きをやっていきますけど、標準原価はまだやらなくていいですからね、標準原価の過去問は次回が終わってからやっていただければ結構ですからね、現時点でできる過去問はですね、標準原価計算制度ってやつと、あと、直接原価計算と CVP 分析ってやつ以外はできます。ね、これね、このね、直接原価計算とね、CVP ってやつなんですけど、これね、これね、これはまだできません。これはまだやらなくていいです。ね、これ次次回ぐらいかな。はい。で、あとはね、標準原価計算制度って書いてあるやつは、過去問でね、書いてあるやつはやらなくていいですから、まだ。ね。でもそれ以外はね、もうほぼほぼできるようになってるはずなんでね、過去問の方もどんどんチャレンジをしていってください。ね。はい。よろしいですかね。じゃあ今日はね、これで終わりにしましょう。はい。じゃあどうもお疲れ様です。じゃあ頑張ってください。復習をね、頑張ってください。